いらない。続いて高校、ダーティーナタデイ高校。まあ後で言うから。ベスト8第4試合です。先攻はシュラー、高校ダーティーナタデイ高校。ビートは DJ ヨッシー、発祥せず日本勝。レディーファイ、yeah. Yeah. いつもはさ DJ とかやってくれるよな。それは確かにありがとうと感謝してるよ。だが DJ チャンナタじゃなくてダーティーナタデイ高校として、ラッパーとラッパーソウルデュースオール、それがしたいだけ。時代の風がどうのこうのの話じゃなくて、闘争本能むき出していつでもラップやってる。おめえの気持ち俺に伝えてみろよ。弱音を吐かずに本音を吐いてみやがれ。そう、弱音を吐かずに汚れたクズ吐いて全国回ってきたよな。石川大阪慣れない王様、心の遠さはゼロ距離に等しい。燃やした命、ここが日本の先、ひもどく言葉数。時代は変わった、昭和平成、平成から令和、苦しさも全てを噛み分けてきた。噛み分けてきた、水も噛み分けてきた。いろんな思い出がある、そしていろんな辛いことだってあったぜ。辛いことを乗り越えてからこその当たり前、当たり前のことは当たり前のことできてから語れる。当たり前のこと、それだけを俺は伝えてき見せていく。 DJ のラッパーなんか関係ねえんだよ。ジャンルだってそんなの関係ねえ。口だけじゃねえことを口だけで証明すんだよ。そうだよ、ジャンルの壁はジャンプするためにラップするバース、これがプレゼント。何もブレねえよ。お前の背中と下手は二度と踏めねえよ。俺らのアンチは増えねえの。何回も歌って俺らずっとずっと歌って、こうやって流して歌いこなしだ。お前とは何回も夜を使い果たした。終了、決めたいと思います。ベスト8第4試合です。いきます。まずは先攻アシュラ、続いて高校ダーティーナタデイ高校。これは難しいな。延長でいきましょう。立ち位置変わりましょう。いきましょう。ベスト8第4試合延長戦、立ち位置変わりまして、先攻ダーティーナタデイ高校、高校アシュラ、ビートは DJ ヨッシー、発祥せず日本シェア。レディーファイ。ワッサワッサ、ラッパーのアシュラ、こっから出てきたこの場のバスター。見た目ならばすげえボンクラ、ジョブって言うんだよ俺が不定症。シャダウッサ、出てきた投稿同じ投稿、田舎の出身ゲロゲロってカエルが泣くとこから二人ギター、ほらもっと歌いつなぎな。繋いできたのはようわかるけど、見た目がどうこう言ってんじゃねえや。てめえそんなバトルがしてえのか。あれより当たり前、危険のどちゃんと分からせるために来てるだけ。何もうまくいかねえんなことで、だから誰かのモノマネとかじゃなく、俺は俺だ、それだけだぜ。それかのモノマネ、自分が知ってることを一番分かってるはずなのになんて。こっちが完全、こっちが完璧、フリースタイルラップだからないんだよ完璧。もうかかってこいや、これが通りが引いた瞬間だ。これで食らうか、中段階抜けてラップした毎日、俺らのつながりをいつまでも大事に。端から端まで、端から街まで、俺も響かせていく、そんな俺のことだ。バカあるだからと、そんまし諦めら、出ないものがある、それが物語、教えてやるぜ。1から10まで、だけど10だって何でものは別にいらねえ。苦しみ、いろんなもの乗り越えるよ、だから新潟は俺が取る。終了、決めましょう。ベスト8第4試合延長戦です。どちらか一方でよろしくお願いします。いきます。まずは先攻ダーティーナタデイ高校、続いて高校アシュラ。おお、まずはダーティーナタデイ高校いきます。レディージャッジ、勝者ダーティーナタデイ高校、アシュラにも大きな大きな拍手を。